ハルおはよう、ございます今日、えっと、民生記14章を読んでいきましょう。昨日は13章を読みましたね。とてもエキサイトする箇所だったと思います。で、今日十14章を読んでいきます。 まあ十四章ではあまりいい報告が促されてなかったので、あまりネガティブな内容があります。まあカレブとヨシャもいましたね。しかし、このうんと悪いこの報告、彼らのこの偵察のこの悪い報告からどうすることもできませんでした。 今日の、えー、とタイトルはこの成功と失敗の違い彼らは、えー、と困難の中にいます苦しみの中にありますこれ,にどのようにこれをどのように乗り越えればいいのでしょうかこの苦しみにこのと負けないためにはで彼らが約束の地に入っていくためにはこの14章では このイスラエルはもう少しでこの成功、約束のうちに入ろうとしていたのに、この偵察を送りましたね、リーダーたちで、これをで、で偵察を送って、もう少しでもうこの終わろうと、成功しようとしていたのに。 で彼らがこの偵察から帰ってきたときに悪い報告をしましたよくない報告をしたんですねでその,時にこの、えっときにもう少しで約束のうちに入ろうとしてたのがそれが遠のいてしまいました、まあ、彼らは失敗したんですねこのことから このしうん、と成功と失敗の違いをこの学ばなければなりません。何が違うのでしょうか。私たちも、うん、と本当に苦しめなくなります。どのようにしてこの苦しみを乗り越えればよいのでしょうか。どのようにしてこの約束神様の約束に対して応答をすればよいのでしょうか。私たちはこの失,敗の失敗の中に陥ってはなりません。 この13社、14社ではこのことを私たちに語り,語りかけています。何が違うのでしょうかなぜ彼ら成功して,て、またなぜ彼ら失敗したのか、まあ、この、どのように、えっと、成功する方法を私は語りたいのではなくて、どのようにしてこの苦しみを乗り越えるのか、まあ、誰も失敗したくありませんよね。今日も 誰もコロナにかかりたいと思う人はいないと思います。まあ誰もコロナにはかかりたくないでしょう。まあ誰もこの経済の苦しみを味わいたいと思う人はいないと思います。なのでこの成功と失敗の違いは一体何なのでしょうか。 今日十四章を見ていきます。え第一段落は、えっと一節から一節から十節。えっ、ー、と一節から十節は反抗してはならない。で恐れてはならない。反抗してはならない。恐れてはならない。反抗。 犯行と、あ犯行と恐<れ>あ、恐れはこの失敗する、失敗する原因となりますね。彼らは失敗してしまいました。一説。前回小学校、大声を上げて叫び、民はそのよを泣き明かした。 イスラエル人はみんなモーセとアロンにつぶやけ全会者は彼らに言った私たちはエジプトの地で死んだらよかったのにできればこの地ので死んで,しまうが死んでしまった方がましだで原文ではその夜一節 その夜ですね、その日の夜。この偵察した人たちが帰ってきて、その日です、その夜。彼らがこの悪い報告をしたその夜ですね、その報告というのは、ああ、そこには巨人がいると、あの地には。私たちがまるでイナゴのように感じたと。彼らのじゃあ,あの アイデンティティはイナゴなのですね。私たちのこの、あ、彼らのイナゴのようなアイ、アイデンティティ。まあ、もう、これ、すでに失敗しています。まあ、彼らの、このような考えで。今後によって。まあ、この、彼らの考えというのは。まあ、うんと。 えとその地の,の人たちは巨人のようで、私たちはまるでイナのような、もう本当に小さい、まあ、彼,らの彼らの朝食に食べ,食べられてしまうだろうと、そのような考えでした。まあ、彼らはこの恐れに駆られて、この悪い報告を申すにしました、この全回収の前で。ここは全回収はと書いています。 一節全回衆は全ての人は全回衆その夜大声聞いて叫び泣き明かした二節イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやきで全回衆は彼らに言った私たちは 全ああ回収ですね全回収。まあみんなみんなですけど全回収20歳以上の人たちみんなつぶやいたと何をつぶやいたんでしょうか一体どのようなつぶやきだったんでしょうか この2節の最後。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んでしまった方がましだ。死んだ方がましだと。3節なぜ主は私たちをこの地に導いて、剣で倒そうとされるのか。私たちの最初はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。 さあ、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。まあ、彼らは神様に対してつぶやきを不平不満を言ったのです。まあ、エジプト、またはこのアラノで死んだ方がマシだという彼らは言います。なぜでしょうかこの主があの地から導いてきたのになぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの最初はさらわれてしまう。 私は私たちを悪く扱ったとこの荒野で殺そうとしているとで最初はこのさらわれてしまうもうエジプトに帰ろうともう神様はいいか泳い方ではない悪い方だとこの全回収がそう言ったんです4節そして互いに言ったさあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう まあ彼らはこの神様そしてモーセアルに反抗しました、まあ、彼らはモーセそして神様についていきませんでした彼らはエジプトに帰りたいと言い出しましたなぜでしょうかなぜこの世のことを彼らはい、言ったんでしょうか、まあ後で話そうと思います そこでモーセとアロンはイスラエル人の改宗の全集会の集まっている前でひらふしたモーセとアロンはひらふしましたこのイス,イスラエル人の全改宗の前でなぜなら彼らはもうエジプトに帰ろうらを立ててエジプトに帰ろうと主は私たちに死んでほしいんだと言いました エジプトで死んだ方がよかった。アレナで死んだ方がよかった。リーダーを選んでもうエジプトに帰ろうと彼らは叫びました。そして泣き明かしたと、泣き叫んだと。彼らは声を上げました。でモーセはれひ伏ひしました。アロンと共に。 全集会の集まってるまでひれ伏した申セが何を言ったか聞いてみましょうえー、っと新名機えー、っと新名機一緒えー、っと新名機一緒 29節それで私はあなた方に言ったおののいてはならない彼らを恐れてはならないあなた方に先立って行かれてるあなた方の神が主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のためにたか戦われるのだ。 31節またあるのではあなた方がこんなところに来るまでの前道中人がその子を抱くようにあなたの神主があなたが抱かれたのを見ているのだ32節までこのようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない 彼らが悪い報告をしたとき、彼らは、うん、と声を上げました。そのときにモーセとアロンは全会者の前でひれ伏して言いました。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神があな,たにあなた方に先立っていかれるあなた方の神が戦われるのだ。だモーセは彼らに言いました。 神に反抗しはならなら神様についていくべきだ。あなた方の目の前であなた方のためにしてくださって本当にあなた方のために戦われるのだ。エジプト人、エジプト人があなた方を追いかけたけど彼らはそれをすることができなかった。 この人がその声抱くように、あなたの神主はあなた方を抱かれたのだ。え、それでもあなた,たちはまだ神様を信じていない。あなたは神様を神様を見たのに。三十三節、主はあなた方が宿営する場所を探すために道中、あなた方の先に立って行かれ。夜は日のうち。 昼は雲の内にあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。モーセはこのひれ伏して彼らに言います。恐れてはならない。おののいてはならないと。酒だっていかれ、あなた方の神があなたの前にいるのだ。えっと、荒の中ではこの四十 5箇所のこのまちまち戦わないといけない町があるんですけれどもこの恐れあってはならない主があんた方のために戦われるんだとどのようにして神様があんた方をエジプトから連れ出されたか考えなければならない夜にはそして昼には雲のうちにやってあんた方が進んでいく道を示されたのこのエジプトを出てもうこれ2年目なのです この2年のうちにこのような大きなことを彼らは体験したんです。この神がどのようにあな,たをあなたを抱いたのか、このエジプトからどのようにして連れ出されたか、あなたを罰するためではない、このまるで自分の子を抱くように、この日夜は日のうち昼はあ、夜は日のうち、昼は、こむなうちに彼らを見 導いたであの苦人を見た時あなたはなぜ恐れるのか恐れてはならない主を信頼するべきだなぜ神様に信頼しないのかモーサはそう言います32節 この間のことによってもまだあなた方あなた方の神主を信じていないこれが成功と失敗の違いですこの主を信じているか信じていないか頼っているかこのあなた方の見たこの巨人アマレク人の方を信じるのか神様を見た時 神様が過去にどのようにしてエジプトから導いてきたかを考えなければならないそして航海を渡りそしてこの奇跡をこのお奇跡を行ってくださった夜には日昼には雲シナイ山でも神様の栄光が現れた この契約を結びどのようにしてあなた方に語った,と語ったかそして神様はまたマナーをくださった神様はこの宿営する場所にもこの導いてくださったこのようにしてあなた方を抱いてくださったこのようなことを見てもまだ信じないのかエンドアマレク人を見ただけであなたはもう恐れたのか そして今あなた方はエジプトに帰ろう,もう神様にこの反抗しようとまあこれが人間ですよねこれが私たちの性質ですこのこの見ただけでもう影響されてしまいますアメリカ人は巨人だと。この このような、まちまち戦わなければならない。もうどのようにすればいいのかと。ただ見ただけで彼らは恐れておののいてしまいました。あなた方は神様を見ることをせず、神様の、神様がしてくださったことを見ることをせず、神様を信じなかった。モスはこのように言ったんです。カレブは、カレブとヨシオも言ったのでしょう。 モーセと共に言いましたイスラエル人の全会社に向かって次のようことを言った。6節するとその血を探ってきた者のうちヌンノコ・ヨシアとエフネノコ・カレブとは自分たちの生きを引き裂いてイスラエル人の全会社に向かって次のように言ったもし私たちが主の御心にかなえば私たちはあの地に導けそれを私たちにくださるだろう。あの 主に背いてはならない、その地をの、人々を恐れてはならない、この何節、八節、九節です。カレブはカレブ・ヨシは十節。あ節九節ですね。 えただ、主に寒いたようなそのうちに人々を恐れては、彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られ,れている。しかし、主が私たちのためにおられるんだ。彼らを恐れてはならない。教会スタッフと兄弟姉妹の皆さん、そして、バイブルスクールの皆さんも言いますね。モーニングデボーショモー,ニングデボーショと朝食を食べに行こうと。私はあれを食べたい。ソーセージを食べたいと。 どのようにしてこの,この,この、うん、と朝食を食べますかこのアメリカ人にとってイスラエル人はなんかソ,ーソーセージのようなこのイナゴのようなイスラエル人はアメリカ人にとってで、うん、とあなたをもう、うん、と一口で食べてしまうだろうとまるで餌食餌となるだろう この偉大な神様を見ませんでしたいやカレブとヨシ人はこのように言いましたが彼らは聞きませんでした十節しかし前回書は彼らを石で打ち殺そうと言い出したもうい彼らはこの神様に文句を言い人や 一夜を明かしました。彼らはもう神様モーセがいらないと言い出したのです。モーセは、モーセは、ヨシアとカレ、ブがこの言ったことをモーセを喜びました。しかし、この前回収のこの声には打ちか、打ち勝つことはできませんでした。 彼らは反抗していた。うん、不平馬を言ってた者たちは、この反抗していた者たちは約束の地に入ることができません。もうん、この反抗というのは非常にこの悲しい彼らの態度ですね。 そして主の栄光が海見天目からすべての人にイスラエル人に現れたまあ雲が現れたのですねその夜たった一夜で彼らはこの神様に反抗し始めます10節その時 主の栄光が海見天幕からすべてのイスラエル人に現れた主の栄光が海見天幕からすべてのイスラエル人に現れた主はご自身をイスラエル人に現されましたえっと雲、火の柱そして主の今は主の栄光が見えているのです 主の栄光が突然現れました神様はそこにおられるんです主の主はご自身主ご自身と現れたんです全イスラエルに主の栄光主の栄光の光がこの全てのイスラエル人に現れました、まあ、もちろん彼らは見ることはできませんけどもしかし主の栄光を見ることができます でこの文句がやめます、突然彼らの死の,の栄光が現れてそして全てのことがやみましたなのでまずはこの恐れてはならないこの反抗者はならないそして第211節から19節第二段落 私たちは鳥の死を祈らなければなりません。鳥の死を祈り続けなければなりません。神様の憐れみが現れるように、まあ、インタ鳥の死ですね。私たちがこのように直面するとき私たちはこの世界のために祈らなければなりません。11節主はモーセに仰せられた。このためいつまで私は 侮るのか私がこのための間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私は信じないのか。私は生き病で彼らを撃って滅ぼしてしまい。あなた方を彼らよりも大いなる強,く強い国民にしよう。主は言いました。このためはいらない。私はあな,たあなただけを持ちようと。しかし、ーセーは主に申し上げた。<laughs> まあ神様はおおされました。あんと民はいらない。あんたを彼よりも大いなる強い国民にしようと。まあ普通なら。喜びますよね。あ、いい考えだと。しかし、モスはここで取りなしをしています。神様の恐れの前で。 えっとモーセは、主の皆のために取りなしをしました。もし、カナン人たちがあなたがあエジプトから導き出された、エジプトあなたが道からによって彼らのこのうちか、この民を導き出されたことを聞いて、この地に住民を告げましょう。まあと。 主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので彼らを荒野で殺してしまったと言うだろうと、この外国人たちは16節,16節主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので彼らを荒野で殺したのだ。 あえっと、人々はあなた方のことを恋しあなたとはこれはできなかったが彼らを殺したと。十何節、どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなた,あなたは次のように約束されました。主は揺れるのに遅く恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべき者は必ず罰ばして父のトガを子に報い、三代、四代にまで及ぼす。 あんたがこのためエジプトから今に至るまで許してくださったよう、ね、にどうかこのためのとがあんたの大きな恵みによって許してくださいこのいとりなしは非常に重要ですここで私たちに教えていますどのようにこの良いとりなしになるものとなるのかと神様の主にこの,許しこの恵みによって許してくださいと 祈るのですこのそして20さ第3弾。20節主は言われた私、あなたの言葉通りに私は彼らを許す。主は言われた、彼らは柔度も私を試みした。私はたくさん議席を起こったんですけれども。 彼らは私を試み、私の声を聞きしわなかったです。ですから彼らは、不層に誓った地に見ることはできません。彼ブはできます。あなたたちは向き変えて、別の方向に旅立ち、立ち、立ちましょうと。それは一つ目の裁きですね。で、二つ目は、 2つ目のさっぱり26節主はモーセーとアロンにつけられた。いつまでこの悪い回収は私に不平を言い続けるのか。イスラエルはの子孫のコラが私に呟く不平を聞いた。28節彼らに言った。私は生きている主の言葉。私は必ず。 お前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行うあなたたちの屍をあらので晒す20歳以上の者登録された数えられた者全員あなたたちはあらので死にますとあなたたちはお前たちは 私が約束したその地に住まわせることはないと。カレプとヨッシ,ヨッシアの以外には。さらに、お前たちがかすめ、奪われてしまうと。自分の妻を。自分の子供の妻。そのように行うと。あなたたちの子孫は40年間。 この荒野で、とどまることになります。そして私があなた方から遠くなる、離れていくことをあなたたち知るようになりますと。ここのポイントは、あなた方の言う通りに私が行うと、主がその裁きを言いました。 20歳以上の者はすべてアラノで殺されますと。倒れますと。カレプとヨシアの以外には。そして40年間ずっとアラノの中にいると。そしてシュは彼らの子孫をカナンチに導き入れると。それは私があなたから離れることが分かると。あなた方は私がいらないから私があなたを離れていくと。 私は必ずそのように行う。あなた方の言う通りに私は行う。あなたたちの不平は私聞こえた。あなたたちの不平は何でしょうかそれは一節から三節に書いてた内容ですね。我々はイジプトの地で死んでいったらよかった。アラノで死んでいったらよかっただと。と 私たちの妻と子供はかすめ、奪われてしまう、奪われてしまうと、主は言いました。これらの不平は私は必ずそのように行うと。ここで私たちならばなければならないのは、困難の時にあなたは何を言うのか、信仰の話なのか、あるいは神を信じない話なのか、 あなた信仰を持つかどうかは、何を、あなたの目、何を見るかによるんですね。彼らは、アナクチン強人と、あと、城壁が強いと、それだけ見ているんです。彼らは、主が前に、彼らの前に進むことは見えませんでした。彼らは、主のこと見えませんでした。彼らは,州は、主の恵みを忘れました。 あらので一年間ずっと神様は彼らを導いたことを見えませんでした。雲の柱、火の柱、彼らは見えませんでした。衆の栄光が天幕から全ての回収に現れて初めて彼らはああ神様がいることわか,かりました。彼らはその前に衆、神がいること、 見えませんでした彼らは自分の目だけ物事を見ている。彼らは神を信じませんでした。ここでは私たちに並ばなければならないんですけれども、どのように困難を乗り越えるか。あなた、自分の目によることだけではないです。信仰を持つ必要です。 今日は時間がないので、私、前に進むことはできないですけれども、六一の兄弟姉妹。神様はあなたはどのように救われたか見なければならないですね。あなたはどのように帰ったのか、どのように導いたのか見なければならないです。いろんな議席が行って今日至るまで。私たちはもうじき、 約束の地に入るのは本当に難しいですよ。戦わなければならないです。強人もいない,いない、いるんです。しかし、あなたは何を見るんですかあなたの目は非常に重要です。あなたは強人だけ見えているんですか自分がバッタのように、稲子のように見えるんですかあなたは自分の前に進む主が見えないのですか戦ってくださる 神が見えないのですかイジプトの軍隊をその海に投げ込んだ主は見えなかったのですか毎日あなたの飲食を供給してくれた主は見えないのですかあなたの宿営を探してくださった神は見えないですかその家を見つけ家を作ってくださった神は見えないでしょうかあなたはそれらのことを見えなかった。しかしか あなたの目は、その、強靭だけ見えました。きょ兄弟姉妹。コロナウイルスは COVID、COVID19 は非常に大きい強靭です。国際関係、国際の状況悪い、非常に大きい強靭です。香港もいろんな困難。 政治問題も非常に大きな巨人であるんです。私たちは州の子どもとしてあなたの目は何を見えるんですか先ほど言ったこれらの巨人を見えたんですか衆の導きは見えますか主私たちどのように導いてくださったことを見えますか主が私たちの前に進んで戦ってくださった 見えますかイスラエル人は10人のリーダーズね、ナン地を偵察して帰ってきた悪い報告をしました。主は私たちはあなたはついてこない。なぜ彼らは失敗したのか。彼らは自分の目で物事を決める。彼らの目は 神様が見えない。衆の栄光はイスラエルのコラの前に現れて彼らは自分が間違ったことを初めて分かりました。しかしもう遅いだ。もうチャンスなくなりました。衆の刑罰はもう下りました。彼らも続けて聞かない。ですからもうさらにもう一回 一部の人は亡くなりました。兄弟姉妹、私たちの信仰は非常に重要です。どのように信仰を持つか。神様は昔、かつて私たちどのように導いてくださったこと、いつも覚えなければならない。すでに、常に考えなければならないです。43節。 そこにはあなた方の前にアマリクチンとカナンチンがいてあなた方が剣に倒されるあなた方は主に向いたから主はあなた方と共におられないあなた方は神様を背いたから主はもともとあなたをカナン地に導いていれるしかしあなたはあなた方は背いて 主から離れたから、主もあなた方から離れた。彼らは主の言葉を聞きませんでした。私たちは本当に信仰を持なければならない。常に主が私たちの前に導いてくださることを見なければならないです。すべての強人は私たちの 朝食ですよ。枝ですよ。私たちが、主がいれば、すべてできます。今日のモーニングディオーションのメッセージを終わります。は私たち、あなた、ついていきます。ご臨座ください。主のご臨座、私たちに導いてください。私たちを導いてください、主よ。ハリルヤー。 じゃ、この茶色い椅子に座って、私が入らないあ。あ、これでもいい。そうですね。はい。これ置いていいんだ。あっあ<ー>っまっすぐ、まっすぐにします。まっすぐ。これ置きたい。じゃあ、じゃあとはこっちに。 主の栄光が天から下ってください主の栄光が主の栄光が雲の柱、火の柱のように私たちの中におられます主の栄光が 私たちに下ってください。見えるように、見えるように。就活ではイスラエル人どのように導いてくださった今日も私たちを雲の柱と火の柱を導いてください。ご臨在ください。ご臨在を私たちに下ってください。兄弟姉妹。 あなた、毎日見えるものを、まず主に感謝ささけましょう。私たち日々の家庭、私たちの住まい、主がどのように一歩一歩あなたを導いてくださったのか、皆さん、心から主に感謝のささけをささけましょう。主感謝します。あなたの栄光は私たちの中に導いています。 皆さん声を出して主があなたの上にすべて行ったことを感謝しましょう主はあなたに似る神はいません主の栄光は本当に大きく私たちの人生に表してくださった主感謝します 主の恵みは本当に大きく私たちに行われました。もしあなたがいなければ私たちは今日はいないですよ。毎日あなたの雲の光、雲の柱と火の柱がなければ私たちは本当に何もできません。主私たちは荒野の中であなたの恵みを私たちをその 困難を乗り越えてくださったこと感謝します。あなたがいなければ私たちは本当に苦しい状況になります。感謝します。イエス様。あなたは私たちの人生にはたくさん議席を行われました。いつもあなたの恵み組私たちを導いてくださった。しかし私たちは困難の時に 自分が稲子のように見る、困難を狂人のように見る、私たちは口から不平を出す。私たちは、エジプトの地で死んでよかった、アラノで死んだらよかったと、私たちは敵に奪われてしまうと、私たちは本当に弱いです。 あなたは私たちに火の柱と雲の柱を導いてくださったのに私たちは全て心には不平を言う私の心は苦みを言うたくさん恐れがある私たちは本当にいつも不平を言ってます主は私たちを許してください私たち困難にあたる時には私たち口は不平を言う皆さん 声を出して主の見舞いに罪を告白しましょう。 私たちの心を教えてください。私たちは自分の低いところは分からない。私たちの罪にあることは分からない。兄弟姉妹、あなたの心には常に自分に言いました。Go back! 振り返ろう 元に戻ろうと、イスラエル人のように。私たちはエジプトの方に戻ろうと。エジプトに戻ろうと。あなたの心は自分にそのように言いました。前に進みたくないと。主に信じる道、方針の道は非常に難しい。私は元に帰ろうと。 兄弟姉妹、怖かたち、もしあなたもこのような心を持っていれば、主に祈ってください。このような態度をですね取り除くように、主にお祈りしましょう。主は素晴らしい神です。主は必ず私たちの困難を乗り越えるように導いてくださるのです。皆さん、祈ってください。少しそのような態度があっても、あるいは前に進みたくない。 今のままにしたいと私は前に進みたくないともうちょっとたくさんの奉仕はしたくないとそのような態度を持てれば、主の許しを求めましょう。 私たちの心をサってください私たちを許してください。私たちはあなたの約束をいつも。 無視していること許してください私たちの角をさくってください 私たち、中の弱いところを探ってください。私たち、心を本当に恐れていること、悪い考え方を持っていることを探ってください。私たち、いつも、主に文句を言います。私たち、助けてくれないと。私たち、救ってくださった神に常に不平を言います。 私たちの言葉は常に悪いことを言っています。私たちはエジプトに戻ったらよかった。アラノで死んで、死んでたらよかったと。私はなぜこのように神様に従っているのか、そのなぜたくさんのルールを従わなければならないのか。 しかし、主はあなたは私たちのために戦ってくださったのです。私たちの前に進んでくださった、あなたは私たちの王です。私たちの軍隊のリーダーです。主はかつて私たち、どのように雲の柱と火の柱で導いてくださったこと、どのように私たちを、レッツイを乗り越えて、私たちの敵を、 海に投げ込んだこと私たち覚えなければならない私たち少し困難ある時に私たちは不平を言います主私たちレベ人として私兄弟姉妹を代表して主私たちを許してください 私たち本当にわからない、本当に恐れている私たちはあなたの契約に背いた。許してください。私たちの不平を言うことを許してください。許してください。主よ私たちを許してください。私たち本当に大きい罪を犯しました。 巨大姉妹、あなたは自分の目に手を当たってください。今日、主が私たちに押せられます。あなた、困難の時に何を見えるんですか主が見えますかそれとも困難だけ見ているんですか聖霊様、私たちの目を油注いでください。私たちの目を油注いでください。 主は突然、主の栄光が会現の天幕で全て,の全てのイスラエルのコーラに現れて、現れた。主を、私たちの目を油注いでください。私たちが霊的の目を持つように、あなたが私たちの前に進んでいることを見えますように。 全ての敵全ての困難。あなたより多いものはありません。主は全ての強人を打ち勝ちました。勝ちました。イエス様の皆によって、主の栄光は私たちの目の中に入ります。私たちの目を開いてください。私たちが主の導きが見えます。l e t s s e you 超ええたことを見えます私たちの道、前の道は、主が導いてくださることを見えますように、私たちは振り返れない、振り返れない、ノー・チェーニング・ベク。私たちは主について、前に進もう、前に進みましょう、エジプトに戻らない。主よあなたに私たち言います。私たちの目を開いてください。 あなたと共に前に進みます No turning back 振り返らない私たちはエジプトの良いことを思わない主は私たちあなたについて共に歩みます主は私たちと共におられるから 彼らは恐れてはいけない。恐れてはならない。兄弟姉妹、あなたは何を怖っているんですか何を恐れているのかその狂靭は主の足の下に踏みます。主は私たちと共におられるからだ。 な私たち恐れない貧しいこと私たち恐れないこれらのことをイエス様の皆によって取りされます劣等感私はいらない 主、あなたを恐れます。主、私たちの目はあなたのみ注ぎます。 11節死は猛省に言われたこの民はいつまで私をあなとるのか私がこの民の間に行った全てのしるしにもかかわらずいつ,もいつまで私を信じようとしないのか私は彼らを疫病で 譲りの地を剥奪するしかしあなたはあなたを彼らより強く大いなる国民にする兄弟姉妹私たちは自分のために全地のために全地神様に属する人のためにお祈りしましょう。 私たちは神様をあなとったことを許してください。私たちは神様を信じようもしないことを許してください。神様は言われた、この民はいつまでも私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ちます。 主が私たちに恵みがありますようにこの世が神様を信じないことそして神様をあなること私たちは彼らのために取りなししましょう皆さん声を出して女の兄弟姉妹あなたの家族あなたの会社の人たちこの世の人たち神様が 神様のことを信じよう信じないことあなった者たち教会の皆様のために私たちを祈りしましょう悔い改める心を主から与えるようにお祈りしましょう主を私たちを許してください あなたを、あなたったことを、私たちはあなたを信じないことを許してください。私たちは自分の目を信じることを許してください。実は私たちの目から見るものは片方だけ見えます。霊的なことは見えませんでした。すべて全部のことは見えません。全体のことは見えません。困難だけ見えます。神様が見えませんでした。 そして私たちはあなたを信じなかった。あなたを侮った。あなたを試みした。私たちは不平を言いました。あなたを背いた。あなたを反抗しました。私たちは元の道に戻ろうとした。許してください。私たちは権威者に対して不満も許してください。神様に対しての不満も許してください。 私たち、勝手に口から不平を言うことを許してください。私たちは自分のために、この社会のために、私たちの教会のためにお祈りします。主を許してください。私たちは本当に弱いです。 主要、恵みを与えてください。私たちは弱,弱いところから立ち上がることができますように、あなたにもう一度ついていけるように、助けてください。主よ疫病を止めてください。このコロナウイルスの疫病を止めてください。主よ 私たちを、恵みを与えてください。導いてください。私から、私たちから離れないでください。私たちを導いてください。私たちはあなたについていきます。私たち、かつて言った不平、ネガティブな言葉、許してください。私たち、言った不平、言った不満を、 行わないようにしてください。行わないでください。私たち、悔いを改めます。私たちの祈りを聞いてください。私たちから離れないでください。教会から離れないでください。あなたの子供たちから離れないでください。私たちから離れないでください。私たちはしっかりついていきます。父、父よ、お父様、あなたの恵み必要です。 あなたは真実な方です。私たちはあなたを祈って、あなたに祈って、あなたは聞いてくださるのです。私たち信じないこと、あなたに対して不経験なこと、背いたこと、悪い口を出したことを許してください。主の自主を私たちを覆ってください。 兄弟姉妹私たち自分によると本当に背いて背いたり信仰信じないしかしイエスはもう私たちのために来てくださったのです十字架の上につけられたのです私たちの十字架を 注目しましょう。十字架の下に私たちは救われます。私たちの許可を許されます。私たちはの弟子として、すべてのことを手放して主についていきます。このように従わないようにして、主に,についていきましょう。 主のを私たちはイエスの中に入ってください。クリストのもとに私たちは新しくなりました。皆さん、両手を片手を唇の方に置いてもう片手は心に置いてください。 私についてお祈りしましょう。主は私たちは不平は言いません。あなたをあなた通おりません。私たちは信じないことはしません。恵みを与えて私はあなたについていきます。主の恵みをもう一度私にくださったことを感謝します。私からすべての攻撃から救ってください。敵からの攻撃。 ウイルスの攻撃から救ってください。このウイルスを止めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン今日のモーニングディボーションはここで終わります。